有毒ガス。気絶ゲージ。指名なしライン。紛失？ネアンデルタール人は今も生きている。ハートマン。ネアンデルタール人とホモサピエンスは、ホモハイデルベルゲンシスと呼ばれる共通の祖先から枝分かれしたと考えられているが、明らかな違いがあった。ネアンデルタール人は屈強な肉体を持ち、大型銃を狩り、極寒の気候に適応した。ホモサピエンスは細長い手足をして、小型の獲物しか捕獲できなかった。脳もネアンデルタール人の方が大きかった。しかし、ホモサピエンスは道具を発展させ、集団で狩りを行うように洗練されていった。これあれですよね、ホモサピエンスっていうのは、ネアンデルタール人よりそのね、肉体的にも頭脳的にも劣っていたんだけど、要は嘘を信じることができたっていう。そこが大きな違いだったって聞きましたね。嘘っていうか、その要は、想像上の話？要は自分が、実際に目で見たこと以外のことを、聞いた話を信じることができたっていう。だから神様とか宗教とかそういうことも発明することができた。それによって、その、目で見たことしか信じられなかった場合は、なんか集団的にはもう、大した、集団を形成できないんだけども、例えば、この村は神様に守られているんだって話を信じることができたとしたならば、その村全体が一つの集団として行動することができるようになるっていう。うん、それで数による暴力が可能になったっていうね、話を聞きましたね。ネアンデルタール人は道具を使っていたが、20万年以上もの間、同じものを使い続けていた。家族単位の小さな集団で行動し、少人数で暮らしていたせいだと言われている。画期的な道具が作られたとしても、それは他の集団に伝わらなかったからだ。そのせいでネアンデルタール人は絶滅した。一方でホモサピエンスは宗教を、そうですね。はい。発明し、それによって強い結束力を生み、大人数の集団を作ることができた。食糧危機のような局面でもお互いに助け合うことで乗り切った。つまり社会を作って強くなったというわけだ。人々が分断され孤立した状況が続けば、我々はネアンデルタール人と同じ道を歩むだろう。人がつながらなければならない。しかし、興味深い事実もある。アフリカから移動し、世界に散らばったホモサピエンスはネアンデルタール人とも交配していた。今の我々の DNA にはネアンデルタール人の DNA が数パーセント含まれているんだ。彼らは種としては絶滅したが、遺伝子レベルでは今も生きているんだ。人と繋がって生き延びるか、別の種と繋がるか。我々はいずれ決断しなければならないかもしれない、うん。大丈夫だ。さっきビーチから戻ったばかりだから時間はあるよ。今回は進化の話をしようか。地球生命の進化は認識能力の進化だ。海洋から陸に上がった脊椎動物は、広い空間認識ができるようになった。それだけではない。両脇にあった目が前方に移動することで立体視が可能になった。哺乳類は群れを作ることで生存率を上げた。やがて彼らは社会という概念を獲得した。さらに人類はその社会を維持するために時間感覚を得た。これは個体が死んだ後も社会を維持するために死後の世界、未来を想像する感覚でもある。しかしデススランニングはその感覚を奪うかのような現象を出現させた。ゼロ時間のビーチを使うカイラル通信。時雨。我々はこれまで馴染んでいた時間感覚を奪われた。あるいは狂わされたと言っていいだろう。それだけではない。人々の孤立は社会感覚を奪った。さらに我々は通常の空間を立体視するようには、ビーチを見ることができない。つまり空間認識すら奪われている。デススランニングはそれらの認識能力を奪って人類を退化させるものとは言えないだろうか。しかしその一方で我々は死を認識できるようになった。それが私のようなドゥームスの能力だ。これは生物学的な変化というよりも新たな認識を得た結果だ。実在する死後の世界を認識できる能力はデススランニングを乗り越える切り札になるのかもしれない。そして私のこの特殊な能力もそろそろ時間だ。ビーチに行ってくるよ。はあ。最大を持つデボン紀の魚。昔の科学雑誌に掲載されていた論文が偶然発見された。デススランニング以前の研究だ。およそ3億8000万年前のデボン紀の地層から最大で繋がった子供を体内に持つ魚の化石が発見された。へえ。学名はマテルピスキスアッテンボローイ。この生物は、なんていうのこれ、バンヒ類、なんていうのだこれ、と呼ばれる原始的な、魚類の一種だ。なんちゃら類は、ほぼ世界中の海に生息していたと考えられているが、デボン紀末にほとんど絶滅した。これはビッグファイブのうちの2番目の大量絶滅にあたる。このマルテルピスキスこそが最古の体内受精をする生物だ。へぇ。生物の最大と、大量絶滅は私の研究テーマの一つだ。このエリアがカイラル通信でつながり、過去のデータや記録が蘇れば、最大とデススランニングの関係をさらに追求できるはずだ。地質学者へのインタビュー。この遠征隊に参加する前のことだ。ブリッジズ本部の興味深い資料を見つけたんだ。デススランニング以前の研究資料だよ。恐竜が絶滅したのはおよそ6550万年前の白亜紀末だとされている。しかし、ある学者が白亜紀後期に生息していた恐竜の化石の出現場所を調べたところ、おかしなことが分かった。それによれば、
恐竜が白亜紀の最後まで生息していたという証拠になる場所は世界中探してもほとんどないという。つまりほとんどの恐竜は白亜紀末まで生き延びることなく絶滅、滅びてしまったんだ。白亜紀末の化石があるのは北米大陸のこの辺りだけだ。つまりこの一帯が最後の恐竜の生息地帯だったことになる。当初から異論もあったらしいが、もしそれが事実だとしたら、ここから絶滅に関するヒントが発掘できるかもしれない。たまたまこの辺りに生息する恐竜の運が良かっただけなのか、この場所に意味があったのか、私はその謎を解いてみたいと思っている。私は残念ながらハートマンのようなドゥームスではない。だが地道な調査と研究でデススランディングの究明に役立ちたい。だから遠征隊に参加してここで研究することを志願したんだ。必ず大きな発見ができる。いや、してみせるよ。古生物学者へのインタビュー、地球の生物は誕生以来何度も大量絶滅している。そのうちの特に大規模なものはビッグファイブと呼ばれていることは知っているだろう。最初は4億4000年前のオルドビス紀末、2番目のデボン紀末では海洋生物がほとんど絶滅した。3番目のペルム紀末では海洋生物の 96%、 陸上生物の 70% が滅んだという。これが2億5000万年前くらいのことだ。そして4番目の三畳紀末では大型爬虫類などのほとんどが絶滅し、恐竜が生き残った。その恐竜も6550万年前の白亜紀末の5番目の大絶滅で絶滅した。生き残った小型哺乳類から進化したのが我々人類だ。ビッグファイブでは環境の変化に適応できなかった生物が滅んでいる。そしてそこに適応した生物の進化を即していると言える。資料によれば6番目の大量絶滅が起きる。いや、すでに進行中だとデススランディング以前から多くの指揮者が主張していた。そしてその犯人は環境を破壊する人間だと。だから人間は環境を守らなければならないと警鐘を鳴らしていた。でも知っての通り、デススランディングは大きな環境の変化をもたらした。環境を守るなんて人類の思い上がりだ。人類にそんな能力も資格もない。イエスはそれを知るために起こったような気がするんだ。人類は絶滅するかもしれない。でも最後まであがきたい。そうでなければ私たちはなぜ生まれてきたのかわからない。そう思わないか。エボデボ学者へのインタビュー。私が生まれる前からデススランニングは始まっていた。だから私はそれ以前の世界のことは残された映像や写真や文献で知るしかない。昔時はただの雨だった。雲も水蒸気の集合だった。人類の活動範囲は空も越えて宇宙にまで広がっていた。地下から湧き出てくるタール状の物質もなかった。ビーチを認識することはできなかった。これは地球生命を取り巻く環境の大変化に他ならない。それに対して何らかの形で適応しようとしているのがドゥームスなのではないか。私はそう考えたの。ビーチは個人の認識に依存するけれど、その一方で環境の変化は遺伝子レベルで生命に影響しているのでは。だから私はまずその環境を調査したいと思ったの。その最適なサンプルがあのタール状物質。もしかしたら私たちはすでに適応に失敗し、進化し損ねた旧人類なのかもしれない。そしてビーチへの認識能力を拡張させたドゥームスが新人類として生き残るのかもしれない。残念なことだけど、それでも私は構わない。私の研究と私の遺伝子という足跡を彼らが繋いでくれればそれでいい。でもあらゆる人類が絶滅してしまう可能性だってあるでしょう。だからこそ私は理由が知りたい。かつて絶滅した恐竜や他の生物はそんなことすら思わなかったはず。それは人間だけが持つ疑問だから。その能力があればデススランニングを乗り越えられるかもしれない。それが私の信念なの。タールはビーチから湧き出している。この周辺はかなり厳しい環境だということは到着前から聞いていた。もともと山岳地帯でおまけにテロリストの根城もあるという噂もあったんだ。実際に足を踏み入れてみると想像を超えていた。テロ集団に襲われそうになったこともあったんだ。さらにあのタール状の物質が西の端の エリアで大量に噴出し始めたことも驚いた。アメリのいる先発隊は無事にそのエリアを越えたみたいだが、その直後から噴出が活発になったという報告は聞いていた。その後調査のためにそこまで行って息を飲んだよ。まさかあんな短期間であれほど大量に湧いてくるなんて、ここが世界の果てだという気がしたよ。最近問題になっているのは、西の端に設置した海外通信用の中継設備がタールに侵食される可能性があることだ。移設するにはブリッジズの人手が足りない。第二次遠征隊が来れば彼らの力を借りて再建できるはずだが、それまで持ちこたえてくれるかどうか、第二次遠征隊に早く来てもらえるように願うばかりだ。うん。いやーでもほんと、すごい面白いテキストが多くて、なんかね、こう、非常に読みたくなる。ですね。いやーこの辺のなんかチップ全然俺拾えてないですね。あれ？取り拾ったんださっき。あ、俺メモリチップまだ納品しないからってことかな。メモリチップ渡してない。君のか。え？タンポポの種。タンポポの綿毛の種はとても崩れやすいが生命力が強い。壊れやすいからこそ種を広く遠くに拡散して繁殖できる。アメリカの SF 作家レイ・ブラッドベリのタンポポのお酒は少年が経験した一夏を描いた傑作。タンポポのお酒に凝縮された成長と喪失、生と死の物語を読んでほしい。タンポポの種は風に乗って遠くまで運ばれるので、配達人の手を煩わせることはないだろう。
タンポポのお酒ね。じゃあちょっとまたフラジャイルジャンプだよ。あ、またメール来た。大量絶滅期にピーチは出現する。やはり大量絶滅期に最大のついた生物は存在していたようだ。絶滅期とは環境の激変期のことでもある。生物はその環境の変化に適応して進化してきた。では最大のようなものがついたアンモナイトはどんな環境に適応しようとしていたのだろうか。その環境とはビーチのことではないか、というのが私たちとハートマンが立てた仮説だ。ビーチとつながった新しい環境に適応し進化し生き残る。最大はそのためのもので、哺乳類などの耐性する生物の最大と根本的に違うはずだ。今私たちが直面しているデススランニングという現象が生物を取り巻く環境を激変させたことは間違いない。そのためにも過去の絶滅期を研究しなければならないんだ。ちょっとじゃあまたフラジャイルジャンプで。Go。ほな行きまっか。あれ？俺なんか。プライベートボックスに入ってるのかな。ああ。武器作成はできないもんね。素材もらえんのこれ。無理だよね。これなんか入ってっかな。ああ。まあ別に、荷物ねえしな。はしご一個もらおうか。あざっす。わあ、ケーブルビロローンじゃん。オラサウダ、ありがとう。ケーブルビロローン。ここに行けばいいのかな。なんかいろいろあるけど。おびき出せみたいなこと言ってたけどね。わあ。あっち行けば出てくるかな。わざと引きずり込まれて、で、ここに建物が浮かんできたら、進めってこと？なんか一応、こんな感じで火とくせん。目安が。方角が分かんなくなると思うんだよな。来たか。早いな。いっぱいいるじゃん。ちょっと待って。あのポストでなんか広、ちょっとシェアできないかな。俺もらうばっかりであげたことねえな。あ、まあ、なんか、どう考えてもいらないやつ以外。すいません、もらってばっかりで。あざっす。あー、いるわ。超いるわ。もらいます。あざます。この辺、装備しとく。今は使わなくてもなんか渡った先で超使いそうな気がするんだよな。いやスピードスケルトンつけてくればよかったな。あ、つけてくればってできないのか。フラジャイルジャンプじゃん。いる。全部落とした。ああ。
うおー、登れ。どっちに行きゃいいんだこれ。ああ、方向合ってんだよ。おお、クジラ、ひょっひょっ。その方法があったか。見事だサム。おう、君のおかげで希望が先へつながった。おう、全部俺のおかげよ。ひぃ、これはいける。クジラー、これいけんのか。いけた。一体ぐらいは戦えなきゃダメかな。どうなんだろう。おお、もう半分来たぞ。ほっほっほっ。おはー、うわー、怖っ。今あそこか、あの赤い光が。うわー、ちょっと危ない。ギャー、登れるのか。登れ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 、ダリル。おはー、うわー、これ大丈夫か。今クジラ来たらアウトだぞ。え、ああ大丈夫、そっちか。だいぶ来たんじゃないか。あとちょっと。飛びすぎだろクジラ。うわ、落ちちゃった。ああ、起きて起きて、登って、靴が限界だな。なんだあれ、あれアメリカ。あ、そこ行けばいいの。あ、どうした。待ってくれアメリー。どういう状況。うわあ、
死んだの？怖いんですけど、それ落ちる落ちるロンドン橋落ちる My Fair Lady。 ガニの死体。愛の荷物。生きてる。うわあ。うわあ、なんかいっぱい出てきた。大きな声を立てるな。彼女が逃げてしまうぞ。彼女って誰？あそこだ。彼女の匂いがする。お前が繋いでくれたおかげで彼女の居場所が特定できた。礼を言わせてくれ。ああどうもありがとう。ああ、サムブリッジスですね。中身は壊れ物。いや、すべては壊れ物。おでこにメモ書いたの？何書いたのそれ？俺も。お前もな。うわあ、汚ねえなこいつ。やろうや。仮面をかぶっているのは俺だけじゃない。お前のボスも、あの女も、そして、うん、そう、お前もな。やめろ。ああ、わかる。仮面のままでいるのも楽じゃない。げー、お前も俺も仮面を外すときだろ。仮面なんかつけてねえわ。これはなんだ。うん、そうそうそう、うん、そうだ、そのアミリだ。この辺りのビーチに潜んでいる。よし、俺と競争をしようか。うん、どちらが先に絶滅を手にできるか。絶滅の前では誰もが紳士になれるはずだ。俺もお前も。黙れこのキチガイ。仮面から解放される。何その短距離ワープ。しかしお前は絶滅の素顔に耐えられるか。どういう意味だ。いちいち舐めるなよ。お前鼻くそ食うやつだろお前なあ。エピソード9ヒックス。